今回ですね、こういったものを送っていただきました。鈴木機工さんの製品で、ベルハンマーシリーズで船舶エンジンオイル用の添加剤ベルハンマーマリンっていうものがね、今回新しく出ますということなので、これをね実際に試してみようと思っております。車の中ではめちゃくちゃも人気になってる添加剤ですね、ベルハンマー。車用であればベルハンマー7と、ベルハンマーライトっていう2種類準備されてるんですけど、今回のものはこのベルハンマーマリンというものです。裏側はこんな感じ、まあ、一時停止をしながらね見ていただければと思うんですけれども、船舶用エンジンオイル添加剤ベルハンマーマリン、海上にて湿気などによりエンジン内部へ海水が混入しても無事に起降でき、長年共に過ごしたエンジンをねぎらい延命させ、新しいエンジンも高負荷高回転でも安定して守り続けますというところで、まあ要は耐塩性能ですね、耐ソルト、海水に対して強い添加剤になってますというところで、推奨添加量としてオイルに対して 5% から 10% で添加してくださいということなので、まあ、今回このファーストの175馬力エンジン F175 に添加してみたいと思います。今回 4.2 リッター全量入るので、マックスのね 10% 400cc を添加して差を見ていきたいなというふうに思います。今回このエンジンですね、先日フェアウィンドさんの方でオイル変えていただいております。130時間ぐらい走ったんでね変えました。シーホースですね、広島県廿日市市に本社があるシーホースさんのエンジンオイルに交換してます。今が交換後4時間走ってるという状態で、基本的にエンジンの中は綺麗になってる状態です。なのでそこで今回は1000回転2000回転3000、3500、4000、4500、5000で各々の回転数で燃費をね比べてみたいなと思います。まあ要はこれ点火するんでフリクションロスがなくなるであろうと予想してます。なので各回転数燃費、瞬間燃費ですね、そこを比べてみようと思います。今ねこの海上保安庁のねヘリコプターが練習してるんで、ちょっとノイズ音なんかはねあんまり期待できないんで、とりあえずフリクションロスっていうところにフォーカスを当てて、瞬間燃費、そこの差で比較をしていきたいなと思います。じゃあまずデータ取りですね、点火する前でエンジンオイルを交換して4時間の状態でまずベースデータ取っていきます。その後これを 400cc 点火して差を見ていこうというふうに思います。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、じゃあ行きますね。データ取りしながらなんでちょっと変な走り方します。はい、じゃあ行きます。じゃあまず旋回転ですね、チルトはですねほぼほぼ真ん中で、もうこのチルト固定でやっていきます。今日はじゃあまず旋回転、瞬間燃費で 3.61 ですね、瞬間燃費 3.61 で、今日の条件としては運転手含め4人の乗船という状態です。瞬間燃費 3.7 から 3.8 っていうところですね、時間あたりで。じゃあ次2000回転に上げていきます。瞬間燃費で 9.4 とか5、まあ平均値で 9.5 でしょうね、これ。じゃあ3000回転いきます。今ね、ほぼ安定ですね。これが今ね、トレーニングに移る半負の状態で走ってるんで、ちょっとエンジン的には厳しいところですね。燃費としては 17.1 リッターぐらいで安定ですかね。じゃあ3500いきます。17.1 でした。はい、ここで今半負状態からトレーニングに落ちてますね。3500回転というところです。だいたい 22.9 リッター、23リッターぐらいのところですね。じゃあ4000回転いきます。はい、4000回転で今安定してますね。27.6、27.4 と6を行ったり来たりしてるので、まあ、27.5 リッターっていうところでしょう。じゃあ4500に上げます。7ですね。はい、今5000回転で安定しました。瞬間燃費でいうと
わったので、巡航回転に戻します。僕自身がよく使う巡航回転がですね、3800前後です。瞬間燃費でいうと23リッターくらいですね。3800で23くらいですね。じゃあこれでゆっくりちょっと目的地までね、行きましょう。データ取りが終わったんで、実際にこれをね、点火してやっていきましょうか。一旦ちょっと今オイルの量だけ測って、すげえ揺れる。まあこの辺まで今入ってるっていう状態、ギリギリまだ入れる余力はあると思うんですけど、さてじゃあ計量カップ買ってきたので200ずつ入れていきましょうか。フィラーを取っておいて、じゃこれで200まず取ります。こんな感じですね。ほぼほぼ200、色はこんな感じ、なんか赤みがかってますね。オイルって普通琥珀色なんですけど、これは結構赤みが強い感じの色になってますね。じゃあこれで入れます。常後使えって話ですよね。これで一応量を確認しておきます。これでもういっぱいいっぱいだったらここでやめる、まだ入るようだったらもう200入れてテンパーにするっていう感じですね。まああとギリギリ入るかな。もう200丸々入れるとアッパーレベルギリギリになっちゃいそうなんで、ちょっと加減して100だけ入れようかな。100ちょっと超えたとこですね。120とか130くらい入れます。だから合計で300、230入れるってことになりますね。添加量でいうと 8% くらいです。推奨が 5% から 10% なんで、その中に入ってるっていうぐらいですね。まあ、これでとりあえず作業自体は終わり。さっきと同じ条件で1000、2000、3000、3500、4000、4500、5000回転、おのおので瞬間燃費比べていきます。まあ、おそらく添加剤によってフリクションロスが減るので、燃費が 0.1 でも 0.2 でも改善してくれたらいいなと思ってます。楽しみですね。どうなると思う、カメラさん？どうなるか。燃費がちょっと良くなる、変わらない、悪くなる、多分この3つかなと思って。絶対良くなると思います。良くなる、はい、じゃあやってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか音質変わったかな。まだ変化はないよね、これぐらいだと。点火してすぐデッドスローで走る時のこのウィーンっていうモーター音が消えたように思います。じゃあまず旋回転、旋回転で 3.4 リッターパーアワーですね。静かになってる気がする。 3.5 リッターパーアワー。じゃあ、2000回転いきます。2000回転、9.3 リッターパーアワーですね。3000、今 18.5 ぐらい。さあじゃあ次3500いきますね。ここから500刻みで入れていきます。22.1 とか3とか、平均で 22.2 っていうところでしょう。じゃあ次4000いきますね。4000回転、4000で 26.68、 まあ 26.6 とかだろうな。じゃあ次プラス500、4500いきます。ちょっと今ね、船が通って、船が揺れちゃってるんですけど、少し安定するまで待ちます。安定ですね。この辺で、35.6 と8、35.8 でしょ。じゃあ最後5000回転まで入れていきます。はい、今5000回転安定ですね。47.5 でしょうね。 47.5。じゃあ巡航、私の中の巡航が3800回転なので、巡航まで落としてやります。この辺がいつも巡航ですね。 24.5 っていうところですね。
ちょっと向かい風に向かって走ってるので若干条件としては今が悪いところなんですが、まあでもこの辺でいつも走る感覚ですね。24、25ぐらいですね。だから結果としては、燃費的なところでいうと変わらないっていうところですね。点火前と後そんなに変わってはないっていうところですね。若干落ちてるのは多分これあれだろうな、オイルがアッパーレベルカツカツまでいってるんで、逆にそこで流体に対してのフリクションロスが出てる可能性はあるですね。あんまりね、エンジンオイルってアッパーギリギリに入れない方がいいんですよ。トルクがねちょっと落ちちゃうんですよ、カツカツ上まで入れちゃうと。多分その影響が今ね出てるんじゃないのかなとは思います。はい、ということでお疲れ様でした。今ですね、ベルハンマーマリンをエンジンオイルに点火して、それからデータ取りして帰ってきたというところです。で、撮影したデータをですね見返しながら燃費データをして比較をしていると、まあ考察部分というところですね。もともと自分自身で考えてた予測としては、まあ当然ベルハンマーマリン、あのベルハンマーですからね、潤滑性能が上がるということはフリクションロスが減って燃費が良くなるんじゃないかというところで瞬間燃費にフォーカスを絞って今回検証したんですけれども、点火する前それから点火した後でいうと、主に低回転側ですね、1000、2000、3000、3500までで、まあ、概ね良好、燃費が下がっていると予想通りの結果が出ています。対してですね、3800回転から上っていうところ、まあ、いわゆる高回転側って言われるところですね、若干の燃費が、まあ、ほぼ同等と言っていいと思います。細かく見ていくとですね、4500回転のところでちょっと悪化が見られるのと、5000回転で同等ですね。巡航回転数、自分自身が3800回転よく使うので、3800回転っていうところで言うとちょっと悪化というところ、ただ大幅な悪化というわけではないので、まあ同等か若干悪化っていうところなんで、まあ誤差の部分もあるのかなと思います。で、この結果をもってですね、考察っていうところをやっていきたいと思うんですけれども、まずデータ的に出てる変化としては、エンジンが低回転側で回ってるところっていうのは確実に燃費は改善できてると思います。1000回転、2000回転、3500回転で、下がってるというところは、まあ、これはもう効果がありフリクションロスの低減というところが見えるんじゃないかなと思います。データに現れてこない感能的な部分ですね、自分自身で感覚で感じる部分っていうところは、音質がですね明らかに変わってます。今までデッドスローですね、例えば流し釣りだったりとか港湾内でのデッドスローの時ですね、もうほとんど回転数上げないっていう状態、例えば600回転700回転ぐらい上げても1000回転くらいでゆっくり港湾内ってこう回っていくと思うんですけれども、その時にエンジンから出てくるノイズの音質がもう変わってます。なんて言ったらいいんだろうな、モーター音に近い音がこうウィーンって鳴ってるような感覚があったんですね。それがベルハンマーマリンを点火してから流し釣りをした時ですね、友達をやってたんですけれども、その時にモーター音が減ってるっていうのが実感としてあります。実はこれ撮影してからこちら考察を今撮ってるところまで、まあ、日にちが空いててですね、自分も何回か乗ってるんですけれども、まあ、やっぱり印象は変わらずですね、デッドスローで動く時のエンジンの音質が改善されてるというふうに感じます。なのでここで見るデータですね、まあ、低回転側で燃費改善が見られるっていうところと、デッドスローでの音が小さくなってるというか、その音質が改善されてるっていうところを見ると、カムシャフト周りのフリクションロスっていうところが低減できてるんじゃないのかなと思います。高回転側、3800から上っていうのはハンプ状態からプレーニングに移った後の回転数っていう部分なんですよ。ですんで船が進み始めてハンプ状態で進んで最後プレーニングになって滑っていくっていう船の挙動をするんですけれども、海面抵抗が非常に大きい時っていうところは、まあ、フリクションロスが低減した効果がよく効いてるというものに対して、プレーニング状態、滑水状態に入って
ってからというのは、ベルハンママリンを点火した後っていうのが若干風が出てて、向かい風と向かい潮だったんですよ。プレーニング状態でスーッと滑っていくときに向かい風で押し戻されているという状態なので、同じ4500回転であってもですね、点火前4500で、点火した後の4500っていう回転数自身で言うと同じなんですけれども、無風状態の4500に対してのアクセル回路ですね、スロットル回路と向かい風状態での4500回転っていうとアクセル回路が若干違うんですね。そういったところでトレーニングの段階で瞬間燃費の違いっていうところが如実に出てたのかなというふうに思います。これっていうのは本当に瞬間燃費なんで、その瞬間その瞬間その瞬間っていうところの影響を非常に大きく受けてしまうというところがあるので、まあ、平均燃費で考えていくのがまあ正式な比較なのかなと思います。まあ、なかなかですね、船の場合で平均燃費取っていくっていうのが難しいんですよ、実を言うと。車だったりしたらですね、ガチャマンって言いますよね。給油ノズル入れてタンクのアッパーまで来たらガチャッいるじゃないですか。あのガチャマンで比較したりだとか、あとは最近の車ってね、車のメーターの中に燃費計って出てて平均燃費出してくれてるので分かりやすいんですけど、あの船の場合っていうのは、まあ、平均燃費っていう概念が僕の世代のエンジンにはない、ね、今の CL7 なんかだったらあるんでしょうけどね。まあそういったところで潮と風っていう影響をもろに受けやすいプレーニング状態の領域、いわゆる高回転側の領域っていうところで同等もしくは若干の悪化が見られたというところになります。で、もう一つの原因ですね、悪化になった原因は何かというところも考察しておくと、ベルハンマーマリンを点火する前っていうのはオイルレベルゲージのちょうど真ん中、アッパーとロアーの真ん中に、オイルがいたというものです。で、今回ですね、ベルハンマーマリンっていうのは320cc くらい点火したんですけれども、そうなった時にオイルの夢レベルがこの辺にいるんですよ。若干アッパーよりちょっと上、この辺に夢が来ちゃってるっていうことになります。だから本来エンジンが壊れるだとかそういったところを考えなくって、レスポンス第一で考えてやれば、夢っていうのは低ければ低いほどトルクが出しやすいっていうものになるんです。なので今回はそのベルハンママリンの違いを見たいがために後から注ぎ入れたっていう形になるので、夢がこの辺に来ちゃった、本来ここにあった夢がベルハンママリンを点火したことでここまで上がっちゃったというところで、液体に対しての流体粘性の部分が効いてきたのかなと思います。なので今回このデータ的にも低回転側っていうところが燃費改善できてるけど、高回転側が若干引っ張られてる感じがあるっていうものも影響してるのかなと思います。おそらく今回みたいにすでにオイル交換が終わったエンジンに継ぎ足してあげるっていうよりも、オイルジョッキの中できちっと 5% から 10% の間できちっと混ぜてあげて、オイルパンの中の油面っていうところを真ん中に合わせてあげると、もう少し全体的にいい数値になったのかもしれないというところを今考察しているというものです。ただ今回のベルハンママリンですね、一番の売りっていうところは対塩害性能、もし海水がエンジンの中に混入してしまった場合であっても保護する能力を強化してますというところが売りになってますので、今回その瞬間燃費っていうその一瞬だけを考えてあげるとこういった結果になってますけれども、今後ベルハンママリンが一番進化を問われるというか一番肝入りになっている部分っていうのは、やっぱり何年か経った後、1年2年3年後にエンジンの状態がどうかっていうところになってくるので、まあ、引き続き僕の方でもベルハンママリンを使い続けて、1年2年3年っていうところ適宜結果をですね皆さんにシェアしていければなと思っているところであります。まあ、あのファーストインプレッションとしては低回転側できちっと効果が現れてますので、まあ、フリクションロスを減らすという意味ではちゃんと効果があるんじゃないかなというふうには思います。今日この考察会を撮ってるこの間でも、まあ、何回か出航して帰ってきてるんですけれども、やっぱりそのデッドスローでの音質っていうところが僕にとっては改善されてると、非常に静かになったなというふうに感覚があるので、ここは気に入りました。まあ、あの最後にですね
ですね、ちょっとエクスキューズしておかないといけないのが、どのエンジンに対してもこういった効果が出ますよという約束をする動画ではなくてですね、私自身が使ってみて、私自身が素直に感じたところを動画にしているというものですので、こういった体感差っていうところは個体差個人差がありますというところは、最後に言い付け加えさせていただきたいなと思います。というところで今回ですね、新しく鈴木機工さんが発売されます、ベルハンマーマリンっていうところを使ってみて、それからデータ取りを定性的に数値的なところで比較をするという動画でした。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。引き続きこのベルハンマーマリン、私の方では使っていこうと思いますので、皆様よろしければ商品ページもチェックしてみてください。ではまた。